ちゃんちゃーちゃ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 、ごめんなさい、ちょんちょんの歌歌ってましたということで今回このゲームシュレアンドリッドブレイズをやっていこう。まあ、このゲームアニメーション風なゲームで、まあ、レストランみたいなところで甘いものを出していくようなゲームなんだよね、お客さんに。ということでとりあえず始めていこう。そういえば忘れてた、タコボンドです。さあ一人目のお客様がやってきましたね。いらっしゃいませー。ということでやっていくか。歯が綺麗だな、しかもすごいピッカピカ。じゃあこれあ、モテるんだね。これカップケーキかな。おお、目玉動かして見てるよお客さん、やっぱ食べたいんだね。じゃあこれあげましょうか。さあ、わあ、顎が出てきた。じゃあこれあげますよお客さん。どうですかお客さん、美味しいでお客さん。どうしたお客さん、歯がまだ一本残ってますよこれ。お客さん、この歯、あ、お客さん一個脱ぎちゃいました、最後の一本。じゃあこれ、あ、なんだ、手が出てきた、なにこれ。あ、ここに置けばいいのかな歯を。じゃあこれいただきます。家の玄関に飾ろう。あ、二人目のお客様やってきましたね。さあこのお客様は、これはパイかな、パイを食べたいようだね。じゃあお客様これあげます。いいざますか、じゃあそれくださいざます。うわ、もうお客さん大興奮しちゃってるな。じゃあこれもぎ取って、あ、これ4つに分かれてるんだね。じゃあまずは1つ目からいきますよ。いやー嬉しいざます、それは何のパイでございますざますか。いやこれはリンゴパイですよね、アップルパイか、アップルパイです。じゃあお客さん口を開けて、あーざます、あーざます、早く早くくれくれ、早くくれざます、おいしいざます。もう1人2役疲れるな。おっと影の声が出ちゃったね。じゃあ二つ目はあげちゃいますよ。お客さんこれ。さあお口を開けて。おお、美味しそう。あ、口、あ、ちょ、美味しいザバス。あれ、首が太くなってザマス。なんでしょうかこれ。そんなことは気にしないで。さあ三つ目いきますよ。じゃあお客さん、はい、また口開けてね。てか自分で食えよ。あ、失礼しましたお客様、僕があげますからね、お口開けてください。はいざます。あー、ちょ、苦しいざます。これどういうことざます。さあ最後の一つあげますよ。やだ食べたくない。ダメだよお客さん、残すのはね、はい、口開けて最後の一つ。やだよ、わっ、うわー、ブブ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 。お客様ありがとうございます。お尻取れちゃいましたね。さあこれ、あ、お尻じゃなくてこれ心臓かな、いやわからないけどこれ。じゃこれいただきます。トイレに飾っとこ。さあ、三人目のお客様やってきました。いらっしゃいませー。私が、この、レストランのタコボンドです。よろしくお願いします。僕はクッキーが食べたいんだな。僕はクッキーが食べたらいいんだな。そうですか、お客様。じゃあこれ、あげますよ。僕が大切に作ったクッキー、どうしたお客様、食べろよ、お客様。やっぱ、臭いから、それはやめてほしいんだな。ダメです。僕がせっかく作ったんだから食べなさい。やっぱ、臭いから食べたくないよ。じゃあ、頭の上に乗っけますよ。わあ！わあ！食べていただき、ありがとうございました。じゃあ、お客様、骨いただきますね。どれしようかな。あ、これ。あ、取れた、取れた。うわ、見て見て、お客様。お客様の骨、取っちゃった。どうしようかな、この骨。テレビの隣にでも置いとこうかな。さあ、4人目のお客様。あ、じゃせー。さあ、お客様はなんだ、これ。この、ヨーグルト食べたいのかな。よーし、これ見て、お客様。
何かの幼虫が入ってるよ、いっぱい。あ、間違えました。幼虫じゃなくて、飴かな、これは。ヨーグルト飴、いかがでしょうか。やったー、最高だな、ヨーグルト飴とか。早くくれよ。じゃあ、お客様、口を開けてね。最高の味がしますからね。うわー、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 うわー。お客様大興奮してますね。じゃあ早速これあげちゃいますからね。お客様？お客様大丈夫でしょうか？凍っちゃったかな、これは。これはどうしましょうか、お客様。あ、でも目は動くんだね。よかった、お客様。あの、お客様、脳みそ。これもらえますね。やったー。お風呂にでも飾っとこうかな。ぷかぷか浮かせてね。じゃあ、これ、いただきましょうか。よしよし。お。さあ、皆様も、僕のレストランへいかがでしょうか。なんとね、この動画を見た皆様には、ただで、この料理を差し上げましょう。このリンゴね。このリンゴ、赤い旨味が出ちゃってるけど。いや、皆様にはね、無料で差し上げましょう。ぜひね、来てください。まあ、といった感じで、なんだかやばいレストランゲームでしたね。まあ、結構、アニメーションとかが面白かった、これは。まあ、突然、お客さん役とかもね、やってみたんだけど。お、まだなんかある。リンゴの中には、さっき手に入れた、脳みそと骨と歯と、お尻が入ってた。あ、お尻じゃなくて心臓か、これは。まあ、こんな感じのね、最後の最後まで、面白い。お客さんにやばいものを食べさせるレストランゲームでした。あれだけじゃ物足りないんで、もうちょっとだけね、スマブラでもやっとこうと思います。さあ、スマブラやってくか。久しぶりだな、スマブラ。ちょっとだけやってなかったんだけど。あ、始まっ、すげえんだけど。なんか顔が違う。あれ？思ってたスマブラとなんか違うぞ。なんだ今のは。やけになんかすごいんだけど。これで、ここに置いて、ダブルクリックで、始まった。知ってるキャラが一人もいないけど、どういうことだこれは。なんだこのスマブラは。ある意味面白そうだな。ワリオ。ちょっとワイルド風なワリオなんだけど、これはスプラトゥーンのあれかな。ちょっとスプラトゥーンはあまり知らないんだけどね。あれ、よく見たら知ってるスマブラキャラではないね。なんかちょっと違うな。なんか始まったぞ。スマブラが始まった。よし。ひどい。ヨッシーがぺちゃんこだけど、大丈夫か？最後はカビゴン。なんだ？ヨッシー！そんな。あれ、スマブラって、こんな終わり方あったっけ？知ってるスマブラとなんか違うけど。あれ？あ、マップ外で倒された。
ちょっとマップ外で倒されるんだね。なんだ、知ってたスマブラだったな。まあ、こんな感じのスマブラでした。他にもね、アニメーション面白ゲームがいろいろあるんで、またやれたらやろうと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録よろしく。